手相、あったら珍しいレア度ランキングトップ10、今すぐ確認。今回シェアする手相はどれもあったら珍しいものばかりです。その中でレア度別にランキングしてみました。あなた自身も気がついていない才能が手のひらに刻まれているかもしれませんよ。早速確認していきましょう。10位、三本川線。三本川線とは、人差し指と中指の間、中指と薬指の間、そして薬指と小指の間、この部分から縦線が出ている手相です。基本的にあったら総合的に幸運な手相とされます。指同士をくっつけると線が出やすいのですが、それでも三本川線にカウントされます。9位、離れ型。離れ型は KY 線とも呼ばれ、一般的には空気の読めない人にあるとされる手相です。頭脳線、知能線と生命線の開始点がばらけているという形です。 KY というとちょっと悪い印象もありますが、かなりの大物であることもあります。アフリカ系初の合衆国大統領オバマさんにはこの手相があるとされています。空気の読める常識人では偉大な人物にはなかなかなり得ないのでしょう。芸能人、著名人にも多い手相です。8位、福つかみ。福つかみは手のひらの中央部分にほくろがあるという手相です。ほくろは基本的に手相においてはあまりよろしくないものとされます。しかしこのケースでは別です。その名の通り、福をつかめる人物に刻まれます。7位、ラッキー M 線。ラッキー M 線は手相の基本線である感情線、生命線、頭脳線が運命線によって M の字につながっているというタイプの手相です。総合的に運気が高く、大きく逸脱しないバランスの良い手相です。6位、二重木星感。人差し指下の輪は木星感、またはソロモンの輪などと呼びます。これだけでも非常に珍しいのですが、さらにそれが二重になっている場合はレア度も急激に高まります。地をもって国を治めたカリスマ、ソロモン王に由来する手相で、気力はもちろん、カリスマ性、そして勝負運も持ち合わせます。二重、三重となれば意味合いも強まるとされます。5位、昇竜線。昇竜線は生命線から上に伸びる縦線です。生命線と同じくらいはっきりと刻まれている場合、そう呼ばれます。この線がある方は類まれなる努力の才能があると言われています。人生の終盤にかけて大きな成果もついてきます。4位、両手仏眼相。こちらも片手にあるだけでも非常にレア度が高い手相の一つですが、仏眼相というものがあります。図のように親指の節の部分にちょうど目の形をしたような線があるケースです。本人が気づいているかいないかはともかくとして、先祖様から加護を受けているとされ、直感や霊的なインスピレーションに長けます。周囲から超能力と思われるような能力を持つ方も多いです。3位、覇王線三鬼門。有名な手相ではありますが、触れないわけにはいかないでしょう。生涯の中でご自身の使命を見つけることができ大成する人物にあるとされる手相です。とても珍しい手相の一つで、パナソニックの創始者松下幸之助さんやマイクロソフトのビル・ゲイツさん、そして大変恐れ多いですが天皇陛下昭仁様にもあると言われています。2位、両手マスカケ線。マスカケ線は感情線と頭
頭脳線、知能線が一緒くたになった代表的な幸運の手相です。徳川家康ほか、偉人、著名人にも多いとされます。別名、百握りとも言われるように、運気をつかんで決して離さない、そんな意味があります。100人に1人程度の珍しい手相とされていますが、それが両手となると、レア度もさらにぐっと高まります。波乱万丈の人生を歩むことになるケースが多く、良くも悪くも器のとても大きな人物でしょう。1位、土台線×運命線。手のひらの土手の部分に山のような形をした土台線があり、そこからまっすぐに運命線が伸びる手相です。土台線があるだけでも珍しく、さらに天下筋とも呼ばれる綺麗な運命線が中指に向かって伸びるというのも珍しいので、かなりニッチな手相と言えるでしょう。土台線がある人は、人生を生きていく上での土台、金銭、健康、端麗な容姿、素敵な人間関係など、こうしたものをしっかりと生まれながらにして先祖より受け継いでいることを意味します。さらに、そこからまっすぐと運命線が伸びる場合、こうした土台を仕事、人生全般に活かせるので、安定的で大きな成功をつかむことができます。あなたには珍しくて幸運な手相ありましたか？今回紹介できなかったレアな手相もまだまだありますので、もしなかったとしても自分の才能を信じて毎日頑張っていきましょう。